皆さん、こんにちは、ティーン。アデアの脈ボーイ、ケイタクです。ピンチを乗り越えるにはどうするか。見て見ぬふりをせず、勇気を出せ。勇気を出すんだよ。はい。これはね、強い気持ちで臨むこと、どんなに、アスリートは追い込まれてから勝負、そういうこと。強がりと勇気は間違いやすいので、違いを知ることが大事なんです。はい。どんなにつまらない人でも相手にはしない。それも強さなんだよ。うん。諦めの良さに逃げてはいけません。簡単に投げ出さないこと。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。冷静さも確かに大事です。はい。まあ、どんなピンチでもチャンスに変えることができるんです。はい。そしてまあ、人間関係も大事です。まあ、大切、間違えてもちゃんと認めること。優しさと厳しさはセットで覚えましょう。気持ちもよーく考えて心を込めることも忘れず、気遣いも大事です。というわけで、ピンチを乗り切る方法でした。バイバーイ。